ありがとうございます。女子に着てほしいクリスマスデート服ベスト3。第1位サンタコス、第2位トナカイコス、第3位ツリーコス。もう完全にふざけてるでしょ。クリスマスだよ、クリスマスだよ。待ち合わせ場所にそんなサンタコスできたなんかバイトの人みたいな。いやまあおうちデートならねいいけど、でもちょっとこれ着てっつって渡されたらまあちょっと引くよね、ちょっとね。なるほどね。まあいろいろありましたけれども、まあその中でもねお便りたくさん読ませていただきましたが、やっぱねニットが一番多かったですね。まあ、ニットワンピースとか、まあ、ニット帽とかもそうなんですけど、なので今回は一番多かったちょっとニットということでまとめさせていただきました。なので今回は私はニットを着てまいりました。いかがでしょうか？そんなにね、いつもの感じだよ。いつもの感じなんだよ。ごめんね、なんか特に。すごい可愛いモコモコジェラピケみたいなのじゃないけど、でもね私過去のラララジオ結構その写真とか見返すと割とニット着てるのよ。水色だったり黄色だったり、なんならもう今よりもっと華やかなニット過去に着ててどうしようって思ったんだけど、これ最近買ったばっかなの。でもお気に入りのちょっとダボっとしたちょっと大きめのニット、ほら燃え袖だよ燃え袖だよ、ほらこれがいいんでしょこれですよ、燃え袖でいいですか、許してくれます？なんかごめんね、何の変哲もないニットでごめんね。でもまあなんかラフな感じのちょっとねデートなんかちょっと意識してみました。はい、ということで皆さんの理想に近かったのなら嬉しいです。ではでは。